ラクシティ観光ツアーイエーイガン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 ということでやっていきましょうか。前回はですね、あ、こちらでなんか電気マッサージで気持ちよくなっちゃったよーっていうブラナーさんがいるんですけれどもね、はい、黒丸こげち先輩でございますね。プル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 してるんですけれども、彼果たして起きてくるんでしょうか。どうなのかな。おはよう。ういつん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 。すっげえ今画面がカッチカチに硬直したな。まあでもちょっととりあえず心配なので、はい。もう一発。ちょっと待ってね、ああ、でもまあいっか、まあいっか、ちょっと待ってね、チラッと、こいつ、まあ、普通のミリタリーウェポン、ミリタリーウェポンということで、さあ、まあまあまあ、そんなこと気にせずね、やっていきましょうか。さあ、観光ツアーでございます。まあ、観光ツアーと言いながらですね、いろいろとね、お腹を抱えながらね、あのね、もう、出産直前なんでございますって女の子をね、行きながら言ってるんですけれども、まあ、こんな風にね、チラッとマップを見ていただくと、まあ、いろいろとね、こうやってね、あの忘れちゃいましたよっていうアイテムがね、いっぱいたくさんあるんでございますわ。はい。なので、まあ、ここら辺でね、拾った方がいいかな、なんていうアイテムをね、忘れないように拾っていこうということで、まあ、多分、ここら辺のね、強化火薬とかね、閃光弾とかね、ガンパウダーとか、ここら辺は必要かなというところなんでね、まあ、そこら辺を拾っていくということで、まあ、観光ツアーなるかどうかというところなんですけども、さあ、果たして、どっかにいるんでしょうか。あるいは復活しているのかな。さあ、のんびり変わって、お仕置きはベースにいる。ああ、なんかいるね。すでに焦げ、あれ？あはは、プルンプルン。これ生きてんのか生きてねえのかよくわかんねえよ。いや、じゃあ、とりあえず飛ばしてあげましょう。ああ、焦げてた、さよなら。まあ、やっぱね、ゾンビっていうのはね、焦げるのがお仕事でございますからね。やっぱ焦げてなんぼのおでんに候っていう話ですからね。おでんで候おでんは候誰が候やたばしかーって。まあそんなことをね、ベラ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 喋りつつ、さあ、こっちの方に行くんですが、こっちの方のどうちゃんもわーってなってるのかなーと思ったけど、こっちはいるんだね。え、入ってきたらいるんだね。え？なんか挙動不審だな、完全に。え？彼は？え？あれ？彼？首どっか行っちゃった？え？ああ、いなくなってる。おいや。はい。焦がして候。候に候。あれ、これ、彼こんな向きだったっけ？おお、飛びます、飛びます。あ、やっぱ、ここで戻ってきた時点ではやっぱそうだよね。まあでも勤務中にこんだけタバコ吸ってたらさ、自分の体も黒くなって死んぜようぜ、そうなっちゃうわよねっていう話だよね。はい。ということで、拾い忘れの、あー、いなくな、あれ？あれ？死体という死体がここから消え去っているけど、そんなことは信じられているのか？おお、なんかまあいろいろとこう、あのなんかね、不気味に感じる部分がたたたたありますが、まあそんなことは、あ、ここは取ったんですかね。はい。で、ここ曲がり角で出会い頭にゾンビが候。ゾンビが候。候に候。はぁダメだね。今回待ちきれない方々がたくさんそう現れているという、そんな状況に陥っていそうな、そんな気もしなくもなくもないんだけど、まあ、ここら辺で特に拾っていかなくちゃいけんべえアイテムはないべえ。特にないバーサス、そうだね。大丈夫そうだね。はい。じゃあ、こちらの方を向かっていきながらですね、まあ、観光ツアー相変わらずの方を進んでいってるんですけれども、まあ、刑務所じゃない、警察署としてのね、お伝えしなきゃいけないところに関してはもう皆さんにね、お伝えすることはできたかなっていうところだったんで、とりあえずやり残しの部分のところだけを、ちょっと皆さんにね、ご紹介なんかをね、して、差し上げられたかな、なんていうふうに思ってるんですけども、まあ、なんかちょろっと前なんかにね、ここら辺でもいるのかな？知ら？いないね。こっちとかに、あ、いるねー。超いたなー。やばい、下手くそすぎたと思ったけど、焦げ散らかしているから、まあ大丈夫だね。だね、完全にいらっしゃいましたね。おー、なんかいるよー。なんでお前さ、生きてるんだよー。あー、そんなパーカーを着てしゃれ込んじゃってさー。いやー、怖いよー。ハンバーガー求めてずっと。いなくなったようだ。さあ、安心して前に行こう。そのところから急にね、現れてきたりとかっていうパターンがね、なきにしもあらずだからさ、こうやってちょっと僕はね、ビリを重ねてビリだからさ、すでになんかいろいろ倒れてるっていうところがもう恐ろしく、わー、水しぶきばっしゅい、水しぶきやっしゅいっていう超ビビリだからさ、こうやって一個一個ちょっとね、確かめながら進んでいくという、そんな感じでございますが、ここにいるのかな。こっから登ってったら、何か変な奴がぴょんぴょんしてるんだな。おい、ちょぴょいっと、着地したら、あー、完全に突っ込んでるわー。完全においしいおいししようと思って突っ込んでる奴がいるわー。
あれここって1匹だけだったっけか。なんかもうゾンビなのかリッカーなのかよくわかんない状態になっちゃってるけどね。あそこにもいなくなってるしよ。じゃあここでハメハメしていきましょう。ハメハメハハメハメハ。203押すと確かピーアイテムで、あちちちバック、後ろからバック、何言ってんの、後ろからバックはそりゃそうだ、後ろからハメちゃう、あちちち下エンター、あじゃあれ待って109か、じゃあ107じゃないよ、 FF は押さないよ、間違えてあれだね、押しちゃうんだね、あ花がいらなかった。じゃあ102はなんだ、ピキーン、大していられない、103か、じゃあ103、イエーイ、あこれはまあいるかもしれないね。でじゃあ206、あれ206だって、開かないだ、208、208か、開くのは、あこれはいるね、これはいるな、よし、じゃあここら辺くらいかな、203いるいる、やっぱアイテムはねたくさんね拾えるようになった方がいいからね。ここなんか行ったら敵が増えたりラジバンダリーは特に、まあ一応拾っとくか、アイテム余裕あるしな。でちょいっと、あえ106、あこれは別にいらないっす、はい、なくてもあの多分行けたはずだからね。よし、じゃあこっち行きましょうか。なんか今回の観光ツアーね、あのあんまりね紹介するようなところが今のところの警察署もね紹介し尽くしちゃいましたからね。うん、だからあの一個懸念はね、あのねこれが仮にねレオン編になった時にまたね同じようなねこの警察署をねバカバカ紹介していくってなった時にね、喋ることが果たしてあるのだろうか、ラジバンだろうか、ラジュジュジュだろうかっていうことでね、結構心配があるんだけどね。隠し場所、隠し場所2つ、お、ここをね開けとかないと隠し場所をねあのみんなにね見せる、あ、じゃあアイテムを拾うことができなかったりしちゃうんで、とりあえずどっちから行くべきかな。あれちょっと待って、これは、あ、拾ってるね、拾ってから、じゃあ、あっち行く必要、あ、じゃあ行くんだ、めっちゃ行かなあかんね、めっちゃ行かなあかんです。そうそう、ここのね、あのねスターズと呼ばれるね、この今観光ツアーをしてくれている女子大生のお兄さんの所属している組織の、なんでこいつこんな焦げてんだ、ちょっと焦げてる、うん、そう、隊長の、あ、じゃじゃ、お兄さんの所属する組織の隊長さんが、実はね、まあ、とんでもなくロリコンで20個下の女の子に、ね、恋をしているというね、恋しちゃったんだ、たぶん。気づいてるでしょ、ほら、フィルムゲッチュ。で、これは一体何かっていうと、調べると、パッコーン、はい、ロングパーツ。どうしよっかな。ずっとロケランだもんね。やっぱ、たまにはガイドしながら、みんなも、ハラハラ、ドキドキ、ワクワクする戦いが見たいな、なんて思ったりする、今日この頃じゃなかろうかっていうところなんだけど、どうしよっか、じゃあ、あいつ結構めんどくさいからな。じゃあ、何戦だっけ、あいつ戦。ドイツ戦だよ。クソバカみたいなこと言ってるけど、いやもうクソバカなこと言ってるんだけどさ、いないね。はい。いやあの今ね、みんなに全然伝わらない縛りプレイをしてて、イヤホン外してんの。だから音が全くない状態でプレイしてっから、そうそう、これ。もうこれでいいんじゃないかと思ってさ、もうこれがね、もうみんなやばいよね。あ、だだな。一個だけ文句言っていい。一個だけもう最高なんですよ。もう僕からしたらショートカットで、もうちょっとその可愛い系の顔で。で、しかもバスケットボールやってたからバスケ女子大好きなんですよ。で、程よいおっぱいの感じがいいでしょ。で、ならもうね、ミニスカじゃない、短パンにさ、たまらないでしょ。一個だけ文句言っていい。一個だけ、おへそも見たかった。おへそも超見たかった。いや、リストバンドたまらないっすよっていうところなんですけど、たまりにチキショーっていうところなんですけどね。ちょっとね、おへそがね、おへそだけが見たかった。残念。グエ。さあ、ということで、隠しアイテムもう一個だけ拾っていって、特にこんな後拾わなきゃいけないアイテムは、ここ写真は別にいらないし、あ、写真備品か、あ、そかそかさ、そうだね。で、2階で拾うべきアイテムは残ってない。3階も板と、サブマシ、ああ、サブマシか、サブマシは1個持ってっとこうか。西倉庫は別にいらないかな。で、時計台、あ、時計台のことなんだ。なるほどね。で、駐車場で、なんだこれ。ああ、工具箱か。工具箱は別にいらないというところで、あの、なんかね、レーザー、
砲が撃てるあのハンドガンなんですよ。なわけあるか、レーザー砲撃てるハンドガンなんかないっちゅうに、ね、うん、まあそんなところなんですけどね。はい、まあそんなところをやっていきながら、ここのサブマシンガンを拾っていって、じゃああれだな、 G3 と G4 はちょっとロケラン封じで戦うか、いずれにせよね、マシンガンダダ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 撃てちゃうような状況になっちゃうから、でもそれはそれでね面白くないから、そのミニガトリングガンも使わないで戦うっていうのをまあやっていこうかね。ねえ、やっぱ人間も使い古い、え、これ骨、あ、違う、床の紋章か。こいつにはほんとビビらされたよね。この目が光ってキャーってなってたんだもんね。レレレのおじさんみたいな、シェー、レレレのおじさんとシェーはまた違うか。うん、まあそんなことを言いながらこっちの方に向かっていって、ここは特に何もないかな。こいつまたプルプルしてる。あれ、これなんかどんどん、え、なんかどん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 やばいことになってってないこいつ。あまりにもこの中のスナック菓子が欲しすぎて完全に体ごと突っ込んでってるけど、じゃあもしこれ差し上げましょうか。やばい、手伝ったところで完全に首がいっちまってる。足ちぎれてるね。いやー、ダメだな、こいつは。こいつはもう、いかんともしがたいような状態になってしまっているから、もう私ではなんとも救いようがないという状態ですね。はい。よし、じゃあこっち行きましょうか。で、最後にアイテムは、あ、そうだ。今から行くところあれだよね。確かね、ロケットランチャー一発じゃ死ななかった最強ゾンビがいるところじゃなかったかな。うん。そんな気がする。最強ゾンちゃんがここで待ち受けているっていうところなんですけど、ゾンちゃん見てる。先。あ、さすがに焦げてんな。てか暗くない？あれ、なんかこんな暗かったっけ？ちょっとタイム。ちょっとタイムね。なんかすごい暗くない？ディスプレイだっけ？違うな。カメラ、コントロールス、ん？なんかすっごい暗く感じんだけど、気のせい？なんか今までこんな暗かったっけ？まあ。バッカーン、ニードルカートリッジ、オッケー。じゃあアイテム拾うことができたので、よし、戻って騒いで、今どのくらいの収録時間になったのかちょっと分かんないけど、とりあえず今回短めかもしんないな。じゃあまあいいや、まあ一旦区切りがよく、警察署ちゃんとね、全部行くことができたんで、もう見るも無残な姿になってるよね。彼は最後の最後まで何を見ていたんだ一体。監視カメラで、あれなのか、追いかけてく、このランタンは何のためにあるんだ、全くもって謎だな。ランタンなぜ、シュッてぃ、うわーって間違えた、行っちゃった。構え、なんかすごいね、あれだね、ロケラのなんか一部が赤くなってるね。うん、構え、発射、チュギーン。いやー、もうさすがに何も動いてないような状況かもしれないけどね。まあ、彼の亡骸を持っていくのもありですけどね。持っていく、さすがに首がちぎれるまでっていうのはないのかもしれないね。まあでも体を持っていくっていうのはあるかもしれないね。持ってくるかな、持ってくるかな、これ。もう、ああ、これ以上進めないか、これ以上進めない、肉片。ごめんね、本当にごめんね。本当にごめんなさい、マービン。あなたに命を救られた、黒丸焦げ茶先輩のおかげで私、ここまで生き延びることができているのに、なぜあなたはこんな姿にされなきゃいけないんだ。すごい気持ちはわかるけど、足元に来るのはちょっと怖いから気持ち悪いから、どっか行って。もう本当に、もともとそうだったのか、こう撃たれすぎて頭がそうなったのか、ちょっとわかんないくらいの状態になっちゃったよね。はい、どーん。で？黒丸さん、焦げちゃパイセン。マジで、キモいわ。もう同情の余地なし、同情の余地なしの状態になっちゃってるよ。もうあそこまでプル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 してたらよ。とりあえず合体させとくか。はい、でここ50発入ればなんとかなるっしょ。はい、よし。これあと1箇所どこなんだろうな、忘れちゃったな、もう。うん、忘れちゃったから仕方ないよね。はっ、おーおーおおおお、いやー、なんかハムナプトラに出てくるイムホテプみたいな状態になってるな、これな。完全にミイラ化してんだよな。焦げてるだけのことなのにミイラ化しちゃってんだよな。衣装をもっとこっちに連れてきてあげて、エレベーターに乗せてあげましょう。エレベーターに乗せてあげるところで、進行しましょうか。はい。ちょ、そっち行き着いたな。はい。じゃあまあね、次回パートで、あれ、これ、あれ、
無理かな無理かな、ご褒美プレイとか無理かな無理かな、もうお首がプルン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 してるけどね。ほいしょー、無理だな、ちょっと動かせなくなっちゃいましたね。はい、という感じでね、仕方がないということなので、まあ、一旦この辺りで終了とさせていただいて、また次回パートで皆さんとお会いできたら幸いでございます。すいません、なんか最後すごい残酷な映像をお見せしてしまいましたが、まあそんなところで、ではまた次回ツアーでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。